盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですね、久しぶりの盆栽販売ということで、もう3本だけですけどね。で、ちょっと買いにくい値段かもしれないです。ちょっと今日は高額目の、はい、そういうのを3本だけやっていこうと思います。で、本題に入るまで前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっておりまして、動画の、ね、概要欄の方から、探していただいて、そこでメールアドレスだけで無料で定期的に、またこういう YouTube の、ね、内容みたいなのが復習できるというか、そういう感じのがやってますので、よかったらそちらもよろしくお願いいたします。ということで、本題の盆栽販売なんですけど、久しぶりのね、はい、もう 1本目いっちゃおうかな。はい、もう早速いきます。こちら黒松ですね。はい、高さは23センチぐらいかな。ちょっとざっくりした言い方ですけど、はい、樹齢は結構立ってそうだなという感じです。30年いくかなぐらいですね。30年いくかいかないか、30年ぐらい立ってるかな。そんな感じの、はい。で、これはい、ちょっとぐるっと回してみます。最初のが正面で、今ちょっとずつ、はい、ゆっくり回します。はい、もう値札ね、つけっぱなしですけど、ちょっと前にね、高松盆栽の里フェスタ2024というのがあって、その時にね、お家で売ってた値段そのままで、はい、こんな感じ。これが正面、はい、で黒松で、はい、値段がね、もう先行っちゃいましょうかね。もう見えてた、はい、1番の黒松が3万円ということで、これも税込みです。税込みで3万円で、あくまでも現時点の価格で、これもし売れ残ってね、針金とかかけたら多分また値段が変わってきちゃうんで、とりあえず現時点の税込み価格がこれですよという感じですね。はい、で、この木の説明をね、改めてしますと、ちょっと今正面だと枝がね、若干使いにくい感じもするなと。だからちょっと待ってください。そうちょっと こんな感じでね、この辺正面かな、僕こっちから見てるんで間違えてたらあれなんですけど、ちょっとこうちょい傾けてやるのも面白いかなと思います。はい、こうやって作って、上だから、要は今回ね、ちょっと訳あり商品的なのを3つ集めたとこあるんですけど、植え付け角度変えた方がいいな、針金をまたかけた方がいいなっていうんで、本来ね、ちゃんと作り込んだらこんな値段じゃないんですけど、まだちょっと作業が残ってるから3万円。これ結構うちで作ったんじゃなくて、仕入れてる商品なんですけど、あんまり儲かってないです。はい、それぐらいちょっとお値打ち品として一発目、はい、言ってます。こんな感じで、はい、よかったら、今回もね、ご購入される方は専用の登録フォーム、購入ページみたいなの作ってますんで、そこに郵便番号、住所、お名前、電話番号と、どの商品が欲しいかっていうのを明記していただいて、打ち込んでいただいて、これも早い者勝ちで、この動画が、投稿されてもう上がって早い者勝ちで、もう1番目の人がもう1番もう権利があって、その人がやっぱりやめたってなったら2番目の人で、もうどんだけお得意さんだろうがもう早い者勝ちということでさせていただきますんで、そんな感じで、はい、構えておいてください。はい、じゃ あ1本目、これ黒松1番3万円ということで、はい、じゃあ次行きます。こちら、はい、2番、これ赤松ですね。こちら正面、はい、ちょっとまたぐるっと回してみますね。もう値段見えちゃってますけど、はい、ぐるっとね、はい、植え替えは今年の春して、目切りも軽くしていい芽が出ております。元気そうです、しっかりとね、はい、植え替えはしばらくいらないですね。はい、こんな感じ。今こちら正面で、はい、ここ見えてますけど、改めて値段をね、
大きくお伝えしますと、ちょっとお待ちくださいね。はい、ちょっとすいませんね。はい、こちら2番赤松6万円ということで、はい、これもサイズが、うん、商品盆栽ではないです。20センチちょっと超えてますけど、うん、作り方によっては商品盆栽サイズになりそうなぐらい、はい、これが6万円の赤松ですけど、まあね、さっきも分けあり商品みたいに言いましたけど、まあ、植え替えしてね、鉢はまあまあ綺麗なのは入れたんですが、針金、ね、やっぱりちょっとかけた方がいいなと。このままでも十分綺麗なんですけど、まあ、針金でもう一段階、うん、作業がいるなというとこです。はい、そんなんもあって、まあこれもね、本当はもうちょっと言ってもいい、まあまあそうですね、今回販売後付けですけども、ご奉仕価格ということで、はい、聞いていただけたらと思います。多分樹齢はね、これどうだろう、30年ってことはなさそうの、40年、30年から40年ぐらいの間かな。でも綺麗ですよね。太さもあって苔樹も良くて、うん、これからさらに古さが増してきたらもっともっとね。で結構ね、分かりにくいですけど、奥の方からちゃんと小さい芽が出てるんです、枝の。だから作り替えもしやすそうだなと。はい、だからご自身でね、針金かけれるなんて方はこういうのは、まあ6万円っていう額は大きいですけど、まあまあ仕上がったの買おうと思ったら多分10万円とかになってくると思うんで、はい、こういうあたりで買っといて後でね、作るみたいなのもいいかなと思います。はい、これ2番の赤松6万円ということで、はい、税込み現時点の価格。はい、じゃあ次、最後よいしょ、こちら、はい、これが黒松ですね。3番の黒松、はい、これは、まあ、こっち今正面、まず回してみましょうかね。まず回してみます。はいはいはい、はい、こんな感じ。これも値段チラチラ見えてますけどね、まあ、まずさっき値段いっちゃおうか。はい、取れない。はい、こちら3番の黒松8万円、税込み8万円ね。で現時点価格ということで、はい、これも結構ね、まあまあ幹しっかりしてて、古さがこの子は特別すごいですね。8万円安く言い過ぎちゃったかな、まあしょうがない。多分樹齢はこの子7、80年いってそうな感じありますね。相当古いですね。もっと行くってことはないかな、でも5、60年じゃないような感じですね。なんか7、80年は経ってそうな。はい、でこれもまだまだね、枝がまあ1回は針金かけてくれてある程度になってるんですけど、もうちょっと仕上げるまでにはちょっと時間かかるかなと。でも1回針金かけたらだいぶピシッといきそうな、はい、素質はすごいいい子ですね。ちょっと安く言い過ぎたな、まあいいや。そうそう、これ大事なとこなんですけど、これ買われるとなったら、うちが箱に詰めて発送するということになるんですね。多分 U パックか何かで、で送料がもう、そうだな、1本この子が北海道沖縄以外がちょっと、北海道沖縄の方ちょっと買えないかもしれない、まあまあとりあえず北海道沖縄以外の方がもう2000円で、北海道沖縄の方はもうプラス1000円にしましょうか。でお送りしますよと。基本は2000円で、ちょっと後でまたおさらいしますけど、小さい方の送料も後でもう一回言いますね。とりあえずこの子は送料2000円で、離島とか北海道沖縄の方は3000円でお願いしますということで、はい、じゃあちょっと一回脱線しましたけども、まあ、この古い木とこの枝ぶりがね、ちゃんとしっかりあって、
まあ手頃なサイズで簡単に持ち上げれるサイズでね、うん、粘りはまあまあちょっと今埋もれてますけど、まあまあ良さそうな感じで、足元も面白いですね。はい、これね、しっかり遊べるのが残ってて8万ってね、なかなかいいお値段じゃないかなと思います。はい、残り3番の黒松8万円ことで、はい、まあ、これが総量2000円で、ちょっと離れた人は3000円と、離島とかね、北海道沖縄は3000円と。でこれちょっとおさらいしますね、最初から。はい、よいしょよいしょ。こちら最初がね、この1番がまあ3万円で、これはもうあの北海道沖縄離島の方除いては、どうしよう、もうこれ、うん、そうね、さっきのが2000円、まあこれも1000円でいいか、もう1000円でいいや、もう送料1000円で、はい、で北海道沖縄離島の方はプラス円の2000円でお願いしますということで、はい、でこちら赤松は、うん、これもね、もう送料1000円でいいです。もう 大サービスで、本当はもうちょっとあってもいいんですけども、今回もう本当大サービスで送料1000円で、北海道沖縄離島の方はあの2000円でということで、よければということで、でこちらはね3番、はい、今回この1、2、3の3本、はい、まあ詳しくはまたその概要欄とか購入するページでまた確認して、あのしっかりね、郵便番号と住所とお名前と電話番号と解体機の希望のね番号を書いていただいて、で早いもん勝ちということで、はい、で価格は税込みですよということで、はい、今回の販売ページは以上です。だいぶちょっと僕も値段こんなもんかなってつけたんですけど、ちょっとこれあまりにも安くしすぎたかなっていう感じで、見ていただけたら幸いです。はい、いつものもう見ていただける人の絵の方への感謝の価格として捉えていただけたら幸いです。はい、で本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。